中古車販売大手ビッグモーターの店舗前で街路樹が枯れるなどした問題で、警視庁は除草剤が検出された都内の複数の店舗に家宅捜索に入りました。今、捜査員が段ボールやプラスチックケースを取り出して店舗の中へ入りました。午前10時ごろ、ビッグモーターの環八世田谷店や武蔵村山店など複数の店舗に警視庁が家宅捜索に入りました。これらの店舗では先月の東京都の土壌調査で周囲の植え込みから除草剤の成分が検出され、5日に都が警視庁に被害届を提出していました。家宅捜索は今も続いていて、警視庁は器物損壊の疑いを視野に押収する資料などをもとに除草剤が撒かれた経緯などを調べる方針です。